本日は最も大型かつ最高速度を誇る車、戦車、そして飛行機と立派な記録を持つモデルの数々をご紹介いたします。皆さんすでにお察しかと思いますが、どれもクールで他とは一線を画するラジオコントロール玩具です。まずはマンムスレウオーロンをご覧ください。リモートコントロールカーでは最も大型になります。このモンスター、そのサイズで圧倒的な存在感を放っています。そのサイズもさることながら、このマシンは他に例を見ない流体圧縮サスペンションが非常に特徴的で、この手綱で操るモンスターに路面での安定した走りを約束する仕様となっています。高速のリモートコントロールカーはすでに現実のものとなっているのです。こちらのモデルは3つの異なったバリエーション、セリアル、プレミアム、そしてコンペティションとして発売予定です。贅沢品の最たるもの、残念ながらお値段もそう安くはありません。価格帯は$5,500から $15,000となります。一番安い機種でも200立方センチの4ストロークエンジンを搭載しています。これよりランクが高いモデルは250や350立方センチエンジンで動きます。ドイツのとある人気アニメに登場する戦車、これは同時にユニークな技術創造品でもあります。まさに技術の粋を極めた作品です。伝統的なドイツ製のティーガー2のラジコンレプリカで、ティーガー2は第二次世界大戦末期のナチスドイツで主力戦車として製造されていました。その構造で最もユニークな部分は、多くのリモコン玩具とは異なり、あらゆる部分が金属で作られているところです。また、砲塔や車体の細部に至るまでオリジナルの戦車が 100% 忠実に再現されています。中でもハクビといえる部分は、やはり小さな金属の弾を撃つことができる小さな戦車砲でしょう。アメリカのエンジニアたちの手によって、今に至るまでに他に類を見ないものが作り出されています。それはソ連の戦闘ヘリコプターMiG-24の完全なレプリカです。また単なるレプリカにとどまらず、リモートコントロールで動かすこともできるのです。この憧れのマシンは高度300メートルまで上がることができ、空中での安定したコントロールが可能です。2014年にノルウェーで開催された戦闘機ウィークで初めて公開デモンストレーションされました。2016年9月、非常にユニークな戦闘機 F-16 コブラがドイツで披露されました。これは超音速戦闘機のレプリカで、オリジナルの5分の1の大きさです。重量18キロあるこの驚異的マシンの機動力となるエンジンは、何を隠そう IQ ハマークリスチアン・グシュベンターによって手作業で組み立てられたものです。素晴らしい高速飛行の性能に加え、 F-16 にはアクロバティックな飛行デモンストレーションをこなす飛行性能も備わっています。ハンス・リッテンツの手による20キロのこのモデルは、時速600キロまで速度を上げることができます。このモデルの驚異的速度を可能にするのは、巨大なガスタービンエンジンです。このモデルの操縦には積み上げられた確かな経験が必要であることに加え、大きな責任も伴います。時速40キロの速度のドローンとはちょっとわけが違いますね。時速600キロでは物足りないでしょうか。それでしたらぜひこちら、時速744キロという記録的スピードのピンクパンサーはいかがでしょうか。小柄なボディではありますが、走行開始の瞬間からありえないスピードを繰り出す能力を備えています。ラジオコントロール機器の最速モデルとしてギネスブックにも登録されています。
パイロット兼このモデルの作り手であるニルス・ヘルビックは2016年、彼の分身ともいえるこのモデルに時速800キロの速度を実現させる意向を表明しました。スピードの話は一旦置いておくとして、次はサイズに目を向けてみましょう。伝説的なボーイング747、技術の粋を極めたこのモデルはラジコン飛行機の中では最も大きなものです。どのくらいのサイズかというと、長さはほぼ 5.5 メートル、翼幅5メートル、重量は68キロにもなります。堂々たる巨体を誇る一方で、飛行機の実物ミニモデルであるこの機種は、実際空中ではその大きさを感じさせない俊敏で美しい動きを見せてくれます。ロボットブレード。このモデルはファンであれば知らない者はいないロボットバトルでおなじみでしょう。重量91キロ、時速18キロで動くこのロボットは、伝説的な戦闘マシンとして、その戦いが最も破壊的なバトル、目を奪われる戦い、大物食いなどの部門で賞を受けています。またロボットブレードはイギリスの大会のチャンピオン、2度もの世界ロボットバトルチャンピオンを勝ち取っています。このロボットの強力な武器はそのブレードです。勇者が高々と掲げたブレードは、敵をがっちりとつかみ、1平方センチあたり460キロの圧力でもって敵の機体を粉々に砕くのです。時速300キロという実力を持つこの奇跡的マシーンの生みの親、ニック・ケース。コンピューターゲームからインスピレーションを得たアメリカ人のエンジニアは、自分の心血を注いで作り上げたこの作品に、他でもない弾丸ラジコンという名を授けました。小さなオレンジ色の弾丸は、最初は時速290キロを達成しました。その後、最新の試行モデルの一つは、なんと驚きの時速302キロを叩き出しました。例えばフェラーリ F430 はこれと同じ速度を出すことができますが、あのポルシェ911カレラでも時速約20キロ分遅れを取るという凄さです。マシンは前輪駆動で、電動モーター一つと数十もの5000アンペアアワーリチウムポリマー電池を搭載しています。これらは滑らかな流線形のプラスチック機体の下に収納されており、スピード記録を打ち立てるような自動車のボディにインスピレーションを受けたデザインとなっています。この車体にはブレーキが搭載されているのか、何らかのコントロールが効くのかどうかについては明らかにされていません。クワッドコプター。空へ上がり、高い上空から美しい動画を撮影する機械ですね。すでに珍しいことはありません。一方でカーコプターというマシンは、上空撮影にとどまらず地上撮影もお手のもの。垂直離陸を可能にするプロペラに加え、このカーコプターには小さな車輪も装備されており、オフロードでも自在に動き回ることができます。このような機能のおかげで、空を飛び地をかけるカーコプターには前人未到の地だって怖くありません。ラジコンではないのですが、その珍しさは一級品。本物の8分の1サイズで作られた蒸気機関車は、その親玉とウリ2つの完全なレプリカになっています。技術的芸術作品ともいえるこの一品に会えるのはカナダです。この蒸気機関車は、日がない一日、ある公園の中をぐるぐる走り回っていますが、それができるのは本物の燃料を使用した巨大なエンジンのおかげです。もちろん車両にお客様を乗せて走ることも可能です。動画でもご覧のように、1車両お一人様用となっているということです。皆さん、今日はここまでです。今日のお話は気に入ってもらえたでしょうか。皆さんはこういったおもちゃからはもうとっくに卒業した大人の方々かもしれませんが、私自身はというと、今日ご紹介したモデルの数々にはここではお伝えしきれないほどの興奮に震えます。
もし自分にこんなおもちゃがあったとしたら、夢のような時間に我を忘れること間違いなしです。皆さんはどうですか？こんなマシンを所有してみたい、そう思いになりません？ぜひコメントをお寄せください。皆さんのコメントをいつも楽しみにしています。それではまた次回まで、さようなら。